あのですね、我々の住んでいるところは標高が高くて1000メートルぐらいあって、それで魚をあんま食べる機会がないんですよ。スーパー行っても肉はいっぱい生で売ってるんですけど、お魚はだいたい冷凍コーナーにイワシの冷凍か、あとは缶詰のオイルサーディンがあるぐらいなので。でも時々フェーラー、我々のいるフェーラーにも魚屋さんが魚を売っています。多分川魚か海の魚を塩で、もうすごい塩まみれにしたやつ、保存のためにそういうやつしかないのですけども、たまには魚を恐る恐る買ってみようかと思います。ではレッツ。おじや、これを飲み、トライラ、トライラ、はい、トライラマパラ、ルーズ、タバキ、グマタ、タバキ、おはようございます。この間フェーラで思い切ってこの大きな魚を買ってみました。トライイラっていう川の魚なんですね。ほんでトライイラって何の日本語で何て言うんやろうと思ってネットで検索してみたら、なんかホーリーホーリーとか書いてあって、なんか観賞用の魚って書いてあった気がするんですけど、まあね、食べ物として売ってるんで、まあ、これを使ってブラジル北東部の伝統的な料理のムケッカジペイシ、魚を使ったムケッカを作ってみようと思います。でもまあ大概はね、海の魚とかエビとか入れるんで海の出汁が出るんでしょうけど、この人川の魚やから美味しくなるかわからんのですけど、まあ作ってみようということで、今日はお料理をします。雰囲気を出すためにこのね、ブラジルっぽい大きい鍋で作ってみようと思います。はい、じゃあ今チャムがね一生懸命野菜切ってくれてるんですけども、これを機会にね、ちょっとチャムってどんな人なのかっていうのを自己紹介してもらおうかな。ブラジルに住んでまだ4年ぐらいなアマちゃんです。ポルトガル語はキャナリーダメですで、ね、この自粛生活で単語の本を1日何個やるって決めて頑張ってやっております。えらい。それもって日本ではさっぱり自炊なんかしなかったんですけど、ここに来てようやくちょっとこうお料理する力がついてきたのかなと、クックパッド先生のおかげで生きてます。はい、ありがとうクックパッド。ブラジル料理なんてほぼ作らんね。結果作るのもここ来て3回目、4回目。そうだから今日はね、キャムのチャレンジ企画です。さっきの魚は使ったことあるんでしたっけ？魚初めてです。魚怖いね。全然魚をさばいたことがなくって、どうしていいかさっぱりわからないです。おっちゃんが下処理はしてくれてて、鱗も内臓もなくって骨がごっついんで、この包丁じゃ全然歯が立たなくて、でこれ切れたと思うやん。切ったっていうか折ったんですよ、これを。バキーへし折るへし折る。折れないね。どうしたら正解なんでしょうか。
お便り待ってます。お便り待ってます。頭は一緒にぶっこんでしまうと思うんですけど、チコも名前入れるか。うん、入れよう。雑すぎるんですけど、本当はもっとなんかいい感じにせなあかんのやろうね。こうしよう。合ってるでしょうか、これは果たして。繰り返しのやね、この魚。ええやろか、こんなんで。これ、レモン絞り。じわ。はい、魚の下ごしらえ終わり。はい。ブラジルに来て、なんか、困ったこととか、戸惑ったこととかって、なんかある？ポルトガル語を一生懸命喋って、笑われると、目が。これなんぼとか言われて、デイスヘアイスとか言って、もう一回言って、もう一回言ってとか言って爆笑されるとすごい悲しくて辛くて嫌でしたね。でもまあ最近それもようやく開き直れるようになり、この間もすごい疲れてる時に我々の車の横にずっといたブラジル人にちょっと通るよって言って、ダーリセンサーって言ったらそれを真似されて、ダーリセンサーとか言われて慣れなきませんね、はい、でも自分も散々でブラジル人の友達に日本語言わせて、パウロこれはとか言って、眉毛これは目これは肘とかやったらもう大爆笑してたんで、今度からそんなパウロのことを笑わないって思いました。はい、じゃあチャムの趣味なんかあったら教えてください。いっぱいあるんですけど、編み物です。お、初期の頃はこの売るためにこのヘアバンドを編んでました。で最近はなんかこれもだんだん飽きてきたんで、お願いします。開けます。はい。おお。それっぽい。味付けといえば塩コショウとレモンぐらいしか入ってないんですけど。それっぽい。それっぽいぞ。美味しい。美味しい、美味しいけど、若干のこのお魚の生臭み、うん、がございますね。どうですか。まるでムケカのようです。もうちょっとこの魚を浸して開けます。わー、おー、モケガっぽい。完成ですか。完成としましょう。はい、じゃあ食べてみましょう。はい、パタン。ほんなら食べましょう。いくで。はい、ボーン。はい、鍋の中に残っているのは頭と尻尾っていう話になってくるけど、誰が食べるんやろ。お好みでパクチー。それではいただきます。いただきます。どこどこ味はするのでしょうか。とトラ、トラリア、トラ、トライヤ、トライラかな。うん、
フラワーありますけど、おいしいです。うん、美味しくできました。はい、では